さあ戻ってきました。お金もね貯まったんで、ここのレシピちょっと買いに行こうぜ。何かお探しかしら。美味しそうな匂いだ。買いましょう。それでいいの？どうぞ受け取って。とてもいい匂いがする。ここで食べていこうか。あら？あ、この店気になるよね。すごくいい香りするし、仙台といえば牛タンだけど、腹こめしも有名みたい。よかったら一緒にどう？一人を二人で食べた方が美味しいから。幸せ。鮭のだし汁でご飯を炊くなんて美味しくならないわけがないよね。何かをひらめいた気がする。やったぜ。またいらしてね。はい、ありがとう。いや、法外な値段で売られる前にね、ちゃんとレシピは覚えておこう。で、ここでね、アクセサリー売ってたから、ちょっと買おうかな。何気に全能力アップって嬉しいよね。あと、スクガチャがつくのはありがたいけど、これ実際どうなんだろうな。まあ、とりあえず、ここ、これと、これだけ買っといて、ちょっと味方に装備させよう。さて、まず主人公はですね、 SP を20アップ、これにします。そしてリュウジは何だろうな、 HP 上げようか。でモルガナは攻撃回数が多いから、クリティカルをちょっと上げる。で、アンチャンはして SP を上げようか。いや、魔導のタリスマンにしとこう。これでみんなの分あるかな。チャクラチョークか。ゲームセットにしよう。で、マコトはこれにしよう。カツを守りね。で、ハルちゃんがチョーカー。で、ソフィアが開始時にスクガチャのこれですね。ちょうどアクセサリー全員装備できたな。ちょ、双葉はね、何もできない、ないんだけど、まあいいかな。多分あんまり意味ないよね、アクセサリーは。じゃあ、パレスじゃない、ジェール、再潜入、行きましょう。レッツゴー。仕事の時間だぜ。じゃあジェイル行くぜ。武器は特に変えませんでしたと。じゃがりこ食ってるし。じゃあチェックポイント移動していきましょう。仙台ジェイル入り口。一応ここだよね。到着か。さてどうする。で、さっきの続きね。ここ行きましょう。この先西庭園。これは雨というやつか。雨降ってる。急に降り出してきたね。もしかしてここが雨降る地のようだな。宝珠は近くにありそうだ。これじゃね、この教会じゃね。なんだあれ。怪しすぎんだろ。あそこに置いてあんのか。罠かもしれないが、行くしかないな。警戒は怠るなよ。はい、了解です。うわ、ちょっと待って、なんかヤバいやついたぞ。お宝に似た気配。あ、ホーマー。あいつは動く宝石。おお、リージェントじゃないこれ。ホーマだ。逃げられる前に倒すぞ。了解。逃走の機会を伺ってるぞ。あ、やばい、早いなこれ。宝石カッカン、氷結に弱いみたいだ。氷結か。弱点ついて本体引き上げ出してやれ。よし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 、今のうち。5分以内ってことだよね、これ。どこ行くの。待って、宝石さん。でも5分以内だったらいけるでしょ。
終わりだ。やったぜ。あ、ディアゲットした。何だったんだ今の。異世界で稀に姿を見せるレアもののシャドウだ。我が輩たちはゴーマと呼んでる。いろいろおいしいやつなんだ。そしてこっちにゴーマがいるね。なるほどな。ゴーマ覚えた。そいつを見つけたらさっきみたいに倒せばいいのか。ああ、逃げ足が速いから注意しろよ。ゴーマね、時間があるわけですね。警戒度が高い状態を維持すると出現しやすいです。あ、ホーマーと出会いやすくなる。いいじゃん。ちょっと待った。レベル上がりやすい。前に見たのと同じ強力な反応だ。あいつに近づくと危険だぞ。あー、やべえやつね。倒す自信がないなら今は無視しといた方がいいぜ。これだけ取っておくわ。いや、マジで強かったからな前回。門閉まってるぞ。あ、本当だ。これじゃ入れないね。鍵穴みたいなものも見当たらないし。少し辺りを探索してみましょうか。入れそうな場所があるかもしれないわ。入れそうな場所ね。任せた。任せて。ここら辺か。うわ、ちょっとこいつはどうしよう。あ、シャドウ。いや、倒すしかないわ。ほら出てこいや。白熱拠点弱点じゃなかったか。ここはマコトのフィールドよ。あ、なんか俺今ハイピクシー出てきたから思わず殴っちゃったけど、ジョーカーなのか。楽勝すぎてあくびが出るぜ。よし、どんどん行こう。 あそこから行けんじゃん。お、敵がいっぱいいるね。この位置、いけるよ。逃がさない。チャンスからの総攻撃。ナイス瞬殺。はい、終わり。あ、世紀末ライダー。ヨハンナによる特殊攻撃が強化される。あれ、乗れるようになったのかな。いや、乗れるようになったわけじゃないか。やったね。余裕の勝利ってやつだな。この調子でゴーだ。お、チェックポイント。気をつけろ。うわ、いるね。シャドウは気づいてないぞ。やっちまえ。一気に行くわ。チャンスと。やっちゃう、やっちゃう。押し切ってしまいましょう。あ、強敵だったか。でも弱点だから割とやりやすいぞ。危ない、忘却危ない。あ、やばい。一旦回避しよう。あ、よろしく。総攻撃。マハフレイ。あんま、あ、そっか、モルガナが今忘却してるからディアしてくれるやつは自分自身しかいないんだ。いって、バカ邪魔食らわないよ。ナイス、かわいい。一旦回復。いや、メディアでいいか。そっか、マコトも回復できるんだ。よいしょ。マカ邪魔よくないよね。よし、回避する。フレイか。総攻撃。テイクユアハート。あ、倒した。やった。ハイピクシーゲット。大勝利。イエーイ。これなんか上行けるな。宝箱。あ、会場レベルこれ上げておきましょう。バンドで。あ、やばい、間違えちゃった。
バンドレベル間違えてしまいました。ちょっと間違えてバンドレベル、この辺りなんかあるぞ。戦闘終了時のアイテム増加増やしちゃったからな。間違えちゃったね。あ、でもこれアイテムあるな、取っとこう。浮遊石、あー、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。ん、アイテム結局なかったね。あ、ここか、雨の神殿。やはりここにあったな。ちょっとここは一旦変えとこうか。アンとモルガナ外してユウスケとハルにしておこうかな。いや、マコト外し、いや、ユウスケ外してソフィアにしよう。で、オートリカバー発動しておきます。取るぞ。不穏な雨の宝珠。貴様ら何をしている。また出てきた。結構増えたな。まだいんのかよ。よいしょ、敵が減ってきたわ。バックアップ。お、バイク乗ってる、バイク乗ってる。よいしょ、ソフィー総攻撃。あ、ショータイムある。発動者をフルスロットル。覚悟しなさい。なんかすげえドンドドドドドン言ってるけど、白熱大ダメージ。あ、やった、倒しちゃった。強い。これで太陽と雨が揃ったわね。塔のところまで戻りましょう。というか、そうだね、雨止んでない。ほんと、おお、マジだ。宝珠取ったからじゃね。なるほどね。仙台世界センター行くか。そういや俺ら、ここだと勇者ご一行様なんだよな。誰がどの職業とか決めてみね。戦士とか僧侶とか。ジョーカーが勇者、クイーンは舞踏家、モナは魔法使いってとこだな。勇者は何だろうな。俺はスカルは遊び人、異論は認めない。なんでだよ。私の職業は会社役員になるのかな。それなんか違う。倒した。出てきなさい。よいしょ。あら、スライムの強敵だったね。こいつなんだっけ。余力は残しておくべきだ。炎か。でしょ。バカ。ソフィー火曜古代。あとちょっとだね。回避しとこう。ナイスワンマ。ほら、撃ちまくるぞ。お、魔法エイハンか。危ない危ない。シャンデリア。いいぞいいぞ。もっちょワンモア。ワンモアはね、意外に強いんだよね。やった。当たってない気がする。お、ハイパーカウンター。カウンターを発動させるするか、一線をヒットさせると一定時間特殊攻撃の連打回数が増える。あらら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 。ららマハフレイ。やった、倒した。ナイス。経験値めいい技だ。ナイスレップ派。おとりカバー使っとこう。勝利だな。よし、次だ。シャドウいないみたいね。あそこにいるよ。カバーするとこねえんだよな。どうする。あれ強敵だっけ、黄色って。島だ。
あのシャドウ、逃がさない。狙えるな。出てこい。速攻でやりましょう。うん、速攻だ。大したことないさ。走行ゲーム。これ全員かな？山田か。おっと。まだ倒してなかったか。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。いけー、ヨハンナ。結構長く乗れるようになったな。痛いですね。まあでも大丈夫でしょう。よし、完了。回復しておきます。よし、ジョーカーの新技か。めでたい。ここで手こずってられない。ここ開かないもんね。出発だ。シャドウがいるわ、気をつけて。見つかるわけにはいかんのだ。あっち行け、あっち。よし、チャンスは取れなかったけど、まあいいでしょう。レジストか。変動レジストなの、まあ、確率レジストだけど、まあ数打ちは倒せるね。プレイで乗りまくるぞ。ヨハンナアタック。あ、モルガナの車のダメージは上がるのかな。余裕だな。香り書いてあるぞ。ここも倒しとこう。どんどん進もう。俺たちの出てきなさい。ほら、チャンスの周り取って、ワンマン取って、ユウスケよろしく。止まった。そこゲー、いい感じで総攻撃取って取ってって感じができたね。了解。よし、終わり。めっちゃペルソナ落ちてる。いや、使う必要もないでしょ。 OK、 ナイス。また一つ技を学んでしまった。お、祝福ブースター。ふい。それじゃ行きましょうか。ふいだって。シャドウの反応はないな。行くぞー。なんだあれ。証を集めたからね。よし、宝珠をはめてみようぜ。どこにはめんの？お、開いた。なくなった。お、やったな。この先に証があるか。確かめに行こう。これ視点の出てくるぞ。あれ？よく来たわね、勇者たち。なんかパーティーに出席してた人じゃん。出た。この人が視点のってことでいいのかしら。その通り。私はプリンスオブナイトメアが視点のの一人。証を手に入れたくば、この私を倒してみなさい。言っておくけど、私をドーマのやつと同じと思わないことね。めっちゃテンプレのセリフばっか言ってくんな。ドーマって誰だったっけ。さっきも怒ってきたやつ、最初の視点の。いいことを教えてあげる。ドーマ、あいつは視点のの中でも最弱よ。私はあいつの数倍強い。絶望するがいいわ。わあ、やばーい。てかあいつ自分でも言ってたんですけど。あ、悪い、知ってたわ。とにかく倒すしかなさそうね。証をいただくよ。さあ勝負よ。おっと、ラミアの人。お見通しだ。よし、こいつブフ弱点だっけ。やべ、当たって。ブフ、ガーゴいるぞ。あるぞ、突進。あ、これ強いぞ。これまた乗って突進できるでしょ。何何あれ。それ
デビルタッチか。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。来るか。ほらほらほら、プレイクイーン。気力が少なくなってる。ほら、いけるぞ。アショータイムいける。だけどちょっと取っておくぞ。おら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 、連打がめっちゃできる。ユウスケ強いぞ。いいねいいね。ショータイムだ。絶景かな。ナイスフォックス、ショーオーバー。さすがフォックス、芸術的だ。すごいなフォックス。よいしょ、これが芸術か。あらららよいしょ。ちょっとこれカウンターいけたな。プレイ。尻尾投げ。あ、フレイもウィークなんだ。総攻撃。じゃあ次は誠の鉄拳制裁お見舞いしてあげて。あ、どこ行った。いた。行くぞ、ショータイム。ナイス鉄拳制裁。あ、非ハイボルテージ。バースト後の打撃による特殊攻撃が強化される。あ、すげえ。よし、行くぞ。目の覚めるような一撃だ。おっと、やばい。それ役に立つ。ユウスケ交代。来るか。マハエイガン。おっと、やばい、弱点つかれた。ナイス。彼はもう一人の俺だ。覚悟の時間だ。弱点に直撃。ちょっと待って、アギラ送る、アギラ送る。今のは良かった、任せるぞ。ちょっとディアで回復させてあげて。最適解だ。感謝する。召喚役に立つぞ。ありがたい。よいしょ。こいつ手ごわい。あ、いった。アギラを意外に痛いですね。またそれね。ソフィーが燃えてる。あ、燃え、いつの間に燃えた。痛いんですけど。目を覚ませ。おお、ナイスハリセンリカバー。ナイスワンモア。ルフー、やった。やったぜ。さあ上に行こうぜ。私の負けだ。扉を開けてあげる。せいぜい気をつけて行くの。開けてあげる。私の愛した男。なんか謎設定加わってるし。とにかく証を取りに行くぞ。これか。どんなもんなんだろうな。証ゲット。プリンスオブナイトメア本か。これが証ってやつか。おそらくな。だがこれはプリンスオブナイトメア、夏目暗号の小説ね。またあいつの本かよ。なんでこれが証なんだ。これって多分ジェイルのコアだよね。渋谷の時と同じやつ。ああ間違いねえ。キングをキングたらしめてる力の源。どうやら牢獄島とコアはジェイル共通の仕組みらしいな。証はあと2つ。残り2つの牢獄島を探さないとな。フォックス、何かヒントはないかしら。本によれば残りの塔は雨降る地のさらに先にあるようだ。あ、さっきんとこか。さっきの雨が降ってた場所ね。よし、この調子で集めちまおうぜ。了解。じゃあ雨降る地行くか。降りるぞ。一回回復しといてメンバー変えておきますか。
これユウスケは固定でいた方が良さそうだね。ゼイルってパレスより広いかしら。ヨハンナで走ったら気持ちよさそう。確かにね、広いよね。ヨハンナで走れるようになったらいいんだけどな。お、敵いるな。わ、こっから行けば奇襲できんじゃね。やっほー。やだもん、チャンスじゃん。さらばだ。チャンスだ、押しただけ。しゃあ、敵が減ってきた。やった。オッケー、そろそろ決めるぜ。行くぞ。ちょっと余裕すぎだろ。うん、次も頼むぞ。